武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。新しいネタに入るわけでございます。いろいろね、どれがいいかなと思って。はい。シェイクハンド。握手。うん。これをね、ちょっとまな板の上に置いたのよ。はい。でも、三年間近く禁じられた。 仕草でですよ挨、ね、拶、はい、この「握手を」を握手のみを取り扱ったっていう一冊が見つかりましてエラ・アル・ヒャマニーっていうちょっと男女のあれが分かりにくいんですが、うんはい、創始者から出ておりますと人はなぜ握手をするのか、うん、この方ねちょっと男女のいずれか分からないんですけどもで、はい、この方がそのアラブ世界とか東洋西洋をこう見比べながら。 シェイクハンド。握手とは一体何であろうかということをその調べていくという。はい、なぜ握手なるものがあるのかという問いでございますね。と申しますのも、これもコロナパンデミックによりまして、世界が真っ先にやめた習慣が握手でございます。うんはい、医療も握手を激しく禁じたわけでありまして、まあ病院の先生が言うぐらいだから握手は悪いんだろうということで、 今はね、ゆっくり開き始めましたけども、あの頃思い出しましょうね。はい。ものすごく激しく否定されましたよね。うん、特に西欧社会において、ヨーロッパにおきましては、禁止された、握手が。はい。それでも、パンデミックの波が引いていきますと、まず再開したのが握手であったという、いかに深く根付いた習慣なのかというのは、わかるんでありますね。 握手という挨拶その歴史とその真理そして、えー、そこに残されたさまざまな出来事握手にまつわる出来事を2週間にわたって取り上げようというふうに思うわけであります、はい、イギリスにおきましては2020年3月でありますが日々の暮らしの中から握手が追放されました もちろんこれはコロナパンデミックによってでありましてコロナウイルス感染症の世界的蔓延を受けての異常事態で一番最初に医学界が言ったのは「握手はやめてくれと!はい」とウイルスがうつるということに関して医学が禁止したんでありますがもう前々から言っておりますように当番組そもそもそも、はい、そもそも何だったのかというここのラインに入っていこうと思います。はい 握手。なぜするように西欧社会の中では習慣となったのか、儀礼となったのか。これ、俗説ではありますが、はい、握手は武器を持っていないと。はあ、そのために手を差し出す。うんうん、で、持ってない証拠にあなたも同じように出して握り締めてください。ほら、ないでしょうっていう。はい。それで、たもとの中に、うん、あるいはポケットの中に妙な金属。 ナイフとか拳銃を持っていないという証拠に持っていない手で握り合って上下に振るという。はあだから振るのか。はいはいはいそれが儀礼になったのではないだろうかと、うん、世界的な習慣になったのではないだろうかと。うん、あ。ということはここで感心しているということはかなり知らないなはい。お相撲さん。お,お相撲さん。 あの土俵に入って尊敬した時手広げるよな、はい、横綱も土俵入りで広げるよな、はい、あなんだと思うあ何も持ってませんっそう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 ってそう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 なんだうそ、ん、うそ<ー>うそ、ん、うそ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 ううそうう 両手を広々と上げて脇の下まで見せしかも締め込み一本だけ、はい、そこが大相撲の儀礼挨拶になっているわけであります。はい、で握手という習慣はすごく古いらしくて700万年前ネアンデルタール人以前の人類にも握手の習慣があったようだと。<ー>さらに系統樹 猿から人間がとかってけど、系統樹ってあの樹木の,かあの姿になるやつがありますが、はい、あれで猿類人猿たちにも人間と同じ意味で握手があったそうです<ー>、ええ、人類の初め握手はお互いに匂いを嗅ぎ合うという動作だったんだって<ー>ケモシグナルといいまして汗に混じって漂う揮発性の匂い,い臭い匂いですな。 今で言うとな、うん。うん。そこが実はコミュニケーションを結ぶ手段であって、ハグやキスと同様に、嗅覚で相手に、私はあなたの友達であるということを相手に知らせるんだって、はい。これ接触儀礼と言いまして、相手の体を触ることによって儀式を交換するという、うん。これどうしてかと言いますと、ストレスホルモンのコルチゾール っていうホルモンがあるんですがこれ臭いんですよ臭いっていうか危険を感じるんです人間は<ー>逆にセロトニンという分泌物の匂いは平和な気持ちになる<ー>それゆえに握手をしながら相手の匂いを嗅ぐという<ー>意外と深いもんでしょ握手っていうのは 握手しながら相手に近づくってことですかそうです、そうです。近づいて、<ー>その近さの中でお互いの匂い。うん、もう俺ら、必ず嗅覚ダメになってんのよ。昔もっと敏感だったんだよ。<ー>その敏感なあれで、相手の体臭を嗅いで、危険ではないな、ということをお互いに知らせあったという。うん、さあ、握手のそもそもを辿っていきましょう。この続きまた明日のモネうての上で。 武田田今朝の三おおははよよううごござざいいまますすすすでで水谷香菜です昨日から始まりました「シェイクハンド」はい「エラアルシャマー」創始者から出ております人はなぜ握手をするのかこれがそもそもまで遡っていきますと人間の深いところを抑えてる儀礼なんですね。うん皮膚というのは全ての主要組織につながっております。 肌と呼んでもいいですが、まあ、医学的には皮膚ということなんでありましょうね。人体に好もしい影響を皮膚は及ぼします。脳は接触によって心地よさ、共感、安心、希望、愛情を生み出していきます。皮膚に触られることによって皮膚から脳に伝わるメッセージが心地よい、共感、安心、希望、愛情。実はそれ。 脳が決定するんじゃなくて、うん、皮膚がジャッジしたことを脳がそんなふうに解析するわけ、うん、肌が合うみたいなこと、ね、そう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 ん、肌が合う合わないって日本人の付き合いにおいてはもう絶対じゃない理屈じゃないってことでしょ、はい、あの人とは肌が合わないのって言ったら<ー>もうどんなに説得しても無理ってことだよはい本当に理屈じゃないんですよね、うん、そうそうそうで肌というか皮膚というものはセンサーとしてものすごくよく できているそうでありまして、うん、触るだけでわかるもの、伝わるものってあるんだな。<う>泣いてる子供をぎゅっと抱くと、うん、あのやっぱり安堵感っていうのは、ああ、そうですね。うん、あの違う人に抱っこされると全然泣き止まなかったりとかね。やっぱり子供もわかってんだなってあります、ね、すごいもんですよ。そういう直感というな。だから肌が教えるものっていうのは実に優れた感覚でありまして。 時として頭の中にあるる考える力を追い越すんだよだからやっぱりちょっと朝から申し訳ない品の悪い表現ですが男女っていうのは肌をものすごく敏感にしといて肌が合うかどうかでまあはっきり言って抱き合うそれもなるべく全裸で全裸でね私の言い方乱暴でロマンチックじゃなくてごめんなさい はい、そうするとその全裸から伝わってくるものがあって、はい、その中にわずかでも希望とか確信とか安心とか共感があればこの人と一緒にというこれが肌が合うなんです、うん、なんでここまで強調するかというとこれごめんなさい武田の説です。<あ>本に書いてあったのはねこんなことがかなか書いてあった、はい、マッサージを受けた人整体を受けた人。うん マッサージ生体等々で押したり揉んだりされた人っていうのは利他行動に走るんだって利他行動うんうんつまりあの人のためになることをやりたがる傾向になるんだってええー、うんそういうのが明らかに出るんですってえそれは本に書いてあるそれは本に書いてあるじゃなんかデータがあるんですかねデータがあるんですこの方は考えましょうって かカナさんもそうですが今服を着ておられます。はい、あの皮膚、肌をね今服で覆ってあのこもちろん当たり前だよね全裸でいるわけがないよな。戦闘 <laughs> じゃないん文化放送は。<laughs> はい、だけどそもそもの話、はい、カナさんだって遡れば、はい、あなたの祖は全身毛だらけの立ち上がった猿だったわけよ。はい 猿は日本足で立って歩き始めた。はい、すぐに全身の毛を抜いてるんですよ。うん、そう、進化っていう意味ですかそういうことです。うん、毛あった方が有利ですよ。暑さもあれば寒さもあるんだもん。うん、犬や猫に聞いてくださいよ。絶対に嫌がりますよ、犬も猫も。はい、でも、毛だらけの猿は脱いだんですよ。なんでだそれは、皮膚を感覚器にするために。 全身をセンサーにするためには毛身にまとってては鈍いばっかりになっちゃうそこで裸になる裸になって生きてるとさまざまなものをセンサーで感じるようになる、うん、それが毛を脱ぎ捨てた猿の選択だったんですよ<ー>それで人類になっていくわけですそしてあの東アフリカのおそらく海岸線でしょうけども そこから旅立って世界中に散らばっていく。だってあんた北の方行ったら寒くて寒くてたまんないんだよ。そこで衣服それを考えるわけでしょう。って、はい、考えてみると毛を捨ててまで肌というセンサーを感覚器にした。はい、でその行為の中で手をつなぐっていうことによってグループの結束を感じるっていうのは。 チンパンジーあるらしいねへ<ー>チンパンパジーあれの中で弱ったものに手を伸ばして助けるっていう行為があるんだって。<ー>それからなだめる時に肩に手を置いたり。<ー>うん。そうやって考えますとシェイクハンド手を握るっていうのは DNA に刻まれた行動であるっていう。はい、これを考えると握手ってな。 深いもんですなそこには実は深いなんかこう人類の英知が握手の中にあったというその名残ではないかとえ,え時間いっぱいこの続きまた明日の学びの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。手と手を結び合うことによって感じるもの、それが非常にこうスムーズに伝わるのは握手という習慣なんだという、はい、話を広げまして、手のひらから今度はえ皮膚へ肌へという話になった時に、大谷翔平、あるいは羽生譲る、それからテニスプレイヤー大坂直美、うん、こういう人たちは 筋力が優れているっていうよりも皮膚が優れてるんじゃないか<ー>センサーとしての皮膚が非常に優れている、うん、そういうものがこの人たちを世界的なプレイヤーにしたのではないかって思ったらピンときた何ピンときたか、はい、今挙げた人たちことごとく北国出身が多いあれ大阪直美選手ってどこでしたっけえあの方は北国じゃないよね <laughs> 笑ったな。<laughs> えっと。お父様はバハマの方かな<ー>なんかな。はい。で、お母様は日本の方だよね。はい。あの、大坂直美選手のお母様は根室出身。そうです。あ,<ー>あの子のものすごい才能は、おそらく、お父様の熱帯のエネルギーと、お母様の北方の皮膚の感度が、は言われてみれば。強かったんじゃないか。は,はい。そうやって考えると、武田先生、うんうん、なかなか面白いでしょ。はい。 この辺へ理屈言わせると俺天下一品だよな, <laughs> なんだすいませんで,でこれはですねなんでこんな話に立ち寄ったかというと皮膚肌って興味湧いてきたんで今お勉強しておりますんで、はい、そのセンサーとして物を感じる能力として、うん、皮膚ってすすごいいみたいですよ、うん、それはあのまた3枚におろすとしますんで今回の場合はシェイクハンド握手に絞っていきましょうね、はい、さあここまで話が来たのは良かったんですけども、はい、さあて困った。 これは本の著者のアルシャマヒーさんという方もおっしゃっておりますが、西洋では握手っていうのが重大なつながりを表した。ところが、世界の中に接触を嫌う儀礼の国がある。うん、どこでしょう 日本そうななんんでですすよいや私実はずっっと気にた日本はあんまり握手する人はいないなもうとにかくアメリカの人あの西洋の人が驚くのは日本のバウですよね、はい、お辞儀この非接触っていうことをアジアで探すとタイがそうなんですよお<ー>合唱しといて相手を拝むっていうそれから中国、うん 中国は面白くて、自分で握手して頭を下げるっていう。そうですね、これも非接触なんです、うんで。なんで非接触を礼儀としたのか。はい。これはね、このあるさんの面白い指摘なんでありますが、大昔、太古、あるいは古代に感染症のものすごいきつい体験があったのではないだろうか。へえ<ー>。それが、バウお辞儀を日常の儀礼と。 した原因ではなかかろう,かとうむやみに触ってはいけないという礼儀を通してお辞儀を DNA の方に深く刻み込んだのではなかろうかということなんでありますな。はい、あのっていう人の本読んでて、はい、武士道かあれ読んでてニトベイナゾが指摘してることなんだけどあの西洋は挨拶の言葉が全部神への祈りなんだってね。 「うん、グッドモーニング」ってのは神様良い朝をっていうのがグッドモーニングの意味なんだよ。日本はね「おはよう」って言うんだよ。はい、相手も「おはよう」って言うんだよ。はい、それはお互い早い時間から頑張ってますねっていう意思の交換なのよ。はい、ここ面白いと思わないう、うんなじ時刻を共有している、うん、それが接触の最初の儀礼儀式である。 っていう、うこの辺が、なんか、私は面白でならんのですよね。はい、とにかく握手をする。今度は、手のひらの方の話題に移っていきましょう。人類の進化は二足歩行で、自由になった手を持ったことで加速します。二足歩行って、ものすごく不安定なんですよ。普通の動物に言わせると、はい、よく立ってない人間は、みたいな。はい だけど、歩きながら自在に手が使うことができるって言うんで、どんどん文明は。うん。そんで、その、人と話をするときも武田さんなんてのはとにかく動かしますよね。はい。手をね。はい。面白いことは、世界中で大体、指一本一本に込められた意味が同じだっていう。え意味意味。例えば、親指を立てたら、グッドはん、あ。大丈夫。大丈夫。うん、はあ。 あんまり良くない。あんたには共感しがたいって言ったら、親指をひっくり返せばいい。ずっと。これ、大体、世界中で通じるんだよね。まあ、そうですね。うん。小指一本の場合は <laughs> 女 <laughs> いや、まあ、女もあるでしょうけど、ちょっと意味ありげな異性関係。<laughs> はい、で、人差し指と親指で丸を作ると、OK。ああ、あるいはお金。お金。うん。それで、 中指を立てると、小馬鹿にしてるという。はいはい、こういう意味合いが大体世界中で通じるんでありまして、うん、その握手が儀礼の挨拶だとすると、指一本一本に関しては、それぞれに意味を持つ、隠した意味を持つ言葉になり得る。はいえー、フランスのペックナルル洞窟。はい、これは私見たことありますが、 壁一面にたくさんの馬の群れが描いてあるんですよもう遠い昔の絵なんですけどその中に人間の手形があるの知ってる、えー、手で手でこう押しといて上からプーって色絵の具を吹きかけてパッと外して手の形が残ってるっていう洞窟がある、えー、もうものすごい数あるんですよ。はい、それはやっぱり あのー、懸命に何か大きな意味合いを絵に込めたそれが洞窟の中に残っているという、はい、なかなか面白いございますこれを続きまして明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです握手をまな板の上に置いて三枚におろしております、はい、さあそれでは 握手の最古の記録、一番古い記録はどこにあるか。紀元前900年、イラクのニムルド遺跡に残っておりますが、アッシリア王とバビロギアの王様が握手しているという図があるそうですよ。<ー>握手というのはアラブ世界、中東で起こった文明の中で王様たちの挨拶だったみたいであります。うん、王のみが 握手で王に挨拶したという。はい、そこから庶民の間に広がりまして、あんたと俺は対等とかお互い平等だねという意味合いを込めて、で、はい、挨拶が世界的に広まったのはアメリカなんですって。はい、キリスト教の一派、クエーカー教徒ですね。この方々がアメリカに渡りまして、人間同士平等であるということで、握手を交わした。うん、平等の意味合いがある。 ですね。はい、新天地アメリカで握手はクエーカー教徒によって日常化されますまたアメリカでは握手を拒みますと拒絶ということになります、はい、人間関係を断ち切るというジェスチャーにもなるというだから重大な意味を持つわけでありますね、うん、必要以上に強く握り激しく上下に振るこれは失礼であると、はい、適当な強さで握り合って そして柔らかく上下に振るという、うん、著者はここからもうずーっといろんな国の握手のことを書いておりますけれども、はい、申し訳ないあんまり面白くなかった <laughs> 私はね <laughs> 私はですよ、はい、言っておきます、ねはい、あの朝からなんでありますけどもこの方が書いてらっしゃるんで「接触儀礼」というのはいろんな方法があるんです。これ皆さんもお試しししになりましたし テレビなんかでもご覧になったでしょ握手が禁じられたんで、原稿と原稿を軽くぶつけ合うとか、えーはい、エルボーで。肘でね。うん、やったり。はい、で、世界には様々な接触儀礼がありますが、朝の話題にはあまりふさわしくありませんけども、お互いにペニスを出し合いまして、ペニスを握って振り合うっていう。<laughs> どこの国ですかいや、あるんだって仕方ないでしょそれそ書いてあるの。<laughs> はあるんです。ですお互いに握り合って振るっていうね。これも安心しますよね。そこまでやったら、ね、安心しえええね、え。それからアフリカの方では、州長の奥さんの父を吸い合うっていうね。<laughs> あるんですよ。吸い合うんですかそうです。だから州長の奥さんが真ん中に置いてあって、ね。<laughs> はい、そういうさペニスを握り合う、州長の女房の父を吸い合うなど。<laughs> それのことがずっと書いてあるんですけどあ,、はい、あんまりこれもくどくど話すとね、はい、朝からなんだお前はって言われちゃうんでもうここまでにしときます。はい、で著者はこの辺りで気づくんですけどもアラブ世界にルーツを持つ人のようでアラブ世界ではあのやっぱ違う仕方があるんですね。アラブ世界はでですすか法要で頬をすり合う えっと、アラブどうだろう頬どうだろうな頬は違ったっけわかんないな。アラブ世界ってあったっけえ、どうだうん。あ<ー>どうだろうなちょっといやイメージがないですね。ないよね、なんかね。うん まあ、あの西洋人迎える時あのヨーロッパからお客さんを迎える時は握手をしておられますよね。はいまあ、あと頬をねなんかチュッチュッてやるようなところもありますけど、ね、あ,あれはロシアです。ロシアうん、頬をすり合って軽くキッスの音をさせるというようなのがありますけども、うんうん、その後に握手もあるんですよ。アラブ世界ってのはバウしなないい頭下げだからアラブ世界で武道をやる方が少ない。ほ<う>これはほ<う>あの 好みもあるでしょうけども、はい、あの私の通ってる道場でお聞きしたんですけどもアラブ世界の方はものすごい抵抗があるそうでう日本ではあの道場に入るとき一礼をしてくださいっていう、はい、そしたら結相を変えて誰にするんですかそうかうん。神社の鳥居をくぐるときは軽く一礼して歩き誰にするんですかアラブ世界ではお辞儀をする人はただ一人 あらのみなんですよ、ねうん、ねええー、うちの先生はさらっとおっしゃってましたすぐ帰ってもらいましたそうですか、うん、これは決して冷たくしてるんじゃなくて、うん、その方には別の国の武道が向いているから、うん、日本武道はお断りします、はい、一回裁判になったの覚えてますか<え>あったんですよ柔道だったですけど、えー、あのバウをお辞儀を強要したって言うんでう尊敬もしてないし何もしてないのに ななんで頭を下げそのいわゆる宗教儀式の強制であるっていう<ー>パワーハラスメントであるっつうんで、はい、あの訴えられたことがあるんですけど<え>日本側は一切譲らなかったみたいで,で、ね、だったらもう来ないでください道場にはっていう,うそれはやっぱちょっとな、ね、でもこの間もあの女子駅伝見てたけどさ、はい 日本人選手ってふらふらになってもゴール飛び込んだ後、走ったコースに向かって一礼すんだよ。そうですね。うん。で、じーっと見てましたけど、はい。やっぱり。えー、<laughs> そのあたりがね、まあ我々の DNA に刻まれたバウっていうのは、うん、儀礼の仕草なんでありますね。さあ、著者はここから歴史に残る握手をずーっと探し出して書いてあるんですわ。うん、それがね、 面白かったですな。うん、というわけで、歴史に残る名シーン、はい、名握手を紹介していこうかなと思います。この続きまた明日の胸に頼む上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。エラ・アルヒ・シャマヒーさん。創始者から出ております、人はなぜ握手をするのか。 あのー、握手もさまざまあるんでありますがここからは握手の名場面を思い出していただこうかなというふうに思いますはい、はい、この握手が世界を変えたそういう握手があるんですよはいうんなるほどなと思いました歴史に残る名握手それは英塚が最高潮に達した1987年のことです 人免疫不全ウイルス HIV。これは接触によって感染するということは人々が信じ込んでおりました。もうそれが世界的な常識になっておりました。そのため感染者に対する偏見と差別はすさまじいものがありまして、ご家族の誰かが HIV にかかったりすると、その一家そのものが地域全体からいとわれる、嫌われるというようなことがね、 でこれイギリスの方のご意見で新聞の見出しを飾ったらしいんですけども息子がもしエイズだったら俺はうち殺すね、うん、こういうことが新聞に公然とお父様の意見としてその掲載されたという、はい、隔離するということに関しても世界は大賛成でありましてエイズ患者との接触は激しく嫌われました。うん 欧州ではエイズ患者アメリカの方もそうですけども非常に多かったわけですなでその HIV の専用の病棟がロンドンに設けられまして、はい、まあその病棟の周りも偏見が渦巻いておったんでありましょうねお医者さんが接触しても危険はないともう後で言っても遅いんですな、うんうん、世間に一回広がった偏見というのははい そこになんと、イギリス皇室から申し出があって、ダイアナさんが、そのロンドンミドルセックス病院の HIV 専用病棟を訪問したいとおっしゃっているっていうんで、騒然となるんです。はい。交代はい。ダイアナさんが訪れるということで、キャメラマンが押しかけるわけですよ。うん、そうすると、病院側から、メディアに対して、 写真撮らないでくれっていうお願い出たらしいんですよ。はい、とにかくお願いだから顔を隠してあげて患者さんの方はもうみんな苦しんでおられるからそれでやっぱせめぎ合いがあったらしいダイアナさんの方から要望が来てエイズ患者の人と握手したいっていう励ましの意味合いでそれを誰かにするだけでこの病院がまた大騒ぎになるんですよ。 そしたら、男性だったらしいですけど、その方が、俺が握手しようと、ダイアナ人俺はもう構わないって顔が出ても、うつ、ん、むいたり顔を隠したりするの、もうこんな惨めなことはないっていまあ、あの、医者としては、接触が病の原因ではないっていうことは、ダイアナ日に言ってあったんですけども、そこはそれね、高貴な方なんで、まあ、手袋をしたまでもね、誰も責める人はいない。 ということで、ダイアナが訪れたら、世界中のメディアが彼女を囲んだ。はい。それはもう歴史的瞬間ですよ。ダイアナ妃が患者さんと握手をするわけですから。うん、そうすると、なんと驚くなかねダイアナ妃が手袋を脱いだんですよ。はい。そして、ロイヤルファミリー全とした立ち振る舞いと笑顔で、 彼と握手を交わしたんです。うん、もうされたその男性の方もびっくりなさってるんですが、全くお気になさらない。ダイアナ妃は。はい、そこにフラッシュがたかれた。そして、両者とも顔を出して OK ですよっていう許可が出て、世界中に配信された。はい、そこから、エイズに対する偏見が、色を変えた。一度、たった一度のダイアナ妃の気遣いが、 世界中のエイズに対する偏見を変えたっていう。すごい力ですね。ね<ー><ー>この握手はイギリスだけでなく全世界に衝撃を与えます。この瞬間、エイズについて接触は少しも怯える必要はなく彼らを励ますためには触ってあげましょうよ。ダイアナ妃のそのただ一回の握手が全世界の人々に 偏見を弾き飛ばす。あるいは偏見を恐れない人々を一瞬のうちにして作ったという。はい。著者は言っております。たった一つの握手で世界を変えた人は何人もいない。うん間違いなく奇跡に近い一瞬であったという。はい。まあ、ダイアナさんもね、恋うう物語があったりしましたが、ダイアナ妃の握手と、それから、 黒人の植えた子を抱いておられる姿とあ、はい、あの地雷のあるところを平然と歩いておられる姿っていうのは<ー>世界を変えたよなうん、うん、イギリス人がこのダイアナ妃に関して今でもその人気ナンバーワンはこれですよねこ,こういうダイアナ妃の立ち振る舞いですよね、うん、それが世界的な握手のナンバーワン この本の本著者世界でナンバーワンー握手っていっぱいあるな人に感動を与える握手からもしかしたらその握手で世界が変わっていたかもしれないっていう握手があるし。うん あのわざとらしい握手もあるんだよね <laughs> 歴史に残るわざとらしい握手ってあるんだよ <laughs>、えー、なんだろう <laughs> それあの来週一つずつ物語って行こうかなと思いますんでね、はい、今日は後味よろしく、はい、世界で衝撃を与えた感動を与えた握手の一例として ダイアナ妃の握手を取り上げてみました。この続き様々な歴史に残る握手につきましては来週のお楽しみ。はい、はい。この続きまた来週のまな板の上で。